ついに妊娠10ヶ月に入ることができました。今日で36週突入です。嬉しい。今日朝検診があって2700g に増えてました。2700、2500いってくれたらいいなって思ってたんですけど、前回から 500g も増えてくれて嬉しいです。これでちょっと一安心。ただ私も1週間でなんと 2.5 キロ増えてました。ショック。でも血糖値も正常、そしてケトン体ももちろん出ていなくて、ずっとタンパクが出てたんですけど、タンパクも正常で、やっぱり病院ってすごいなと思って。でもそれだけ数値が正常だったってことは、赤ちゃんにとってこれが一番いい環境なんだと思うので、あと5キロぐらい太るのかなとちょっと不安ではありますが、このままくっちゃね生活を堪能しようかと思います。看護師さんにも驚かれました。でも病院食しか食べてないので、まあしょうがないでしょうということで。ただ一つだけ心配なのは、モニター朝撮ったら15分間隔で張りが来ていて、とりあえずは様子見っていうことになりました。できれば点滴の量を上げずに、このまま無事に29日帝王切開の予定日まで持ってくれることを祈ります。そう、そして早められないかと聞いたんですけど、やっぱり赤ちゃんにとってはできるだけお腹にいた方がいいということで、予定の日まで入院することになりました。退院できないのは悲しいんですけど、それが赤ちゃんのためなので、気を切り替えて入院生活頑張りたいと思います。ココちゃんにももしかしたら我慢させちゃってるかもしれないけど、退院したらたくさん甘えさせてあげたいと思います。引き続き頑張ります。Above the water, learning how to be a better daughter. Don't know how you did it by yourself, raising a whole family without help. You let me go to find myself and found a way to send me out to LA. Everybody wears pasties, acting real crazy, choosing.
But you showed me what it means to be loved. The way you touched me, hold me quietly. You're everything I am not. And when I have you in my arms, I feel undone. パパちゃんとパパがブラックコーヒー、ナッソのブラックコーヒー続けてくれました。広がらないぐらいパンパンなんですけど、ママ。はい。